そんじゃ、闇の大王、鬼畜技量戦士編、続きいきます。はい、お願いします。もう遠くから弓畜。なんておちょこ戦法は必要ねえぜ、しろがねえぜ。ざっくり刻んで終わらせてやんよ。てめえの顔切り刻んで、魚の餌にしまうぞ、この野郎。肉切り包丁の強攻撃のステップってなんかカッコ悪いんですけど、あれなんとかなんないの？なんかさ、スキップが下手な人のドタバタ2ステップみたいな、あの動きなんか力が抜けるんですけど、肉切り包丁は筋力補正がええの優秀な武器なんで、もうちょっとカッコいいモーションにしてほしかったです。そんじゃですねー、前回言ってた、闇村の扉は内側から開くのか？という疑問を検証してみたいと思います。ああ、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 まあ、次行こうか。あーめんどくさ。ごめんなさい。ごめんなさい。千の古城に来ました。もう、重要アイテムは取ってあるし、デーモンの鎖もいらないから、ささっと抜けちゃいましょ。パパッとやって終わり、30分で5万。おいこら。おい、ちょっと待てよ。もう、めんどくせえな。まあ仕方ない。後でまた来よう。プリウスさん、よろしくお願いします。おい鉄球、あいつを潰してこい。監督命令だ。選手が勝手にやったことです。私は無実です。恥ずかしくないのか？そんじゃ、ジークマイヤーさんに挨拶しに行くか。おい、俺やで俺。光の波通り過ぎていく。そんじゃいつも通りタルカスさん呼んでアイアンゴーレムをレイプします。おい、アイアンゴーレム、さっき俺らのことチラチラ見てただろ。見とけ見とけよ、どうなってんだよこの、ほら見とけ。黒金装備が2体並ぶと実に勇ましい。全く負ける気がしねえでやんす。勝率 100%。 え、負けたらどうするかって聞いたか？出る前に負けること考えるバカいるかよ。出てけよ、ほら。出るぞー、バカ野郎。膝に爆弾を抱えた。でかいだけのロートルレスラーに負けてたまっかよ。今日で引退してもらうぜ。よっしゃ、タルカスさん今です。芝居ちゃってください。殺しても構いません。日本の警察は自殺で片付けますから、安心してくださいませ。この町のシェリフがお笑い芸人だったら、みんなぶっ殺して自殺してやるぜ。実に豪快な技だ。いや、技でもなんでもない、ただ掴んで地球に帰還させてるだけだもんな。怪力と重力がハーモニーした技である。あれ？ちょっとタルカスさん、何フリーズしてんの？投げられたショックで脳震盪を起こしたのか？
なんだかなぁ、前回と全く変わり映えしない戦いだった。もっとバリエーション豊かな戦いができればいいんだけど、私には無理っす。代わりと言っちゃなんだが、こいつを、むっ殺そう。そうしよう。お前マジか。なんだよ、何も落とさねえのかよ、しけてんな。まるでウピ主の人生みたいじゃないか。まるで空っぽ。残ったものは無駄毛と請求書の束だけっていう。あなたね、わからんでしょうね。次は空飛ぶトカゲが相手か。でもあれだな、奴は扶桑と盾を落とすから、さっきの奴とウピ主よりマシだな。つまりウピ主は、トカゲイカ、ってことか。なんだとこの野郎。おいこら、空飛ぶな。こっちは飛べないんだぞ、空気読めや空気。こっちには羽がないんだよ。僕は天使みたいな性格だけど、背中に羽は生えてないんです、母。ラララーランドセルは、出てけい天使の羽ねー。ウィッシュウィッシュ。ラララランドセルは、出てけい天使の羽ねー。ウィッシュウィッシュ。怪獣の鉄骨渡り、わばっさりカット。もうみんな飽きたっしょ。泣きわめきながら細い通路渡ってるだけだもん。平行感覚が狂って。あー気持ちいいっす。先輩気持ちいいっす。汚いですね。あと、特に拾うようなアイテムもないし、ロートレクイベントもジークマイヤーイベントもないしな。オンスモー、パパッとやって終わり。30分で5万。コースだな、うん。もう飽きちまったよ。ちょっとファンサービス、見とけよ見とけよ。この凛々しき胸ゲー。コマなんだろ。ファンサービス終了。お前さっき俺ら着替えてる時にチラシを見てたよ。どうせお前も、僕の体が目当てなんだろ。だが言っとくけどお安くないぜ。30分で5万。だ。もちろんケツとかはなしですよ。約束ですよ。ケツとかは勘弁してください。何すかそれ。ケツは勘弁してくださいって言ったじゃないですか。よし、オンスも線行くが。今回も、ソラールさん呼べば一発でいけるっしょ。楽勝です。おめえ、せっかくレベル上げたんだから。ピンで戦えよな。って思う人もいるかもしれませんが、嫌です、お断りです。僕は、正々堂々、という四文字熟語が嫌いです。そんなものに何の意味もない、勝たなきゃ無意味、誰かの養分。そもそも相手が二人なのになんで一人で戦わにゃならんのだおん。そうだよ。今回は、先に相撲をほふりたいと思います。おいそこのメタボハンマ、こっち来いや。切り刻んで豚の細切れにしてやる。おお、いい感じで分断できたぞ。これは幸先がいい。相方の再利用、実にエコですね。環境に優しい。でもそんなのまだ甘いぜ。僕なんて、神田ガムを洗って、乾かして、梅じそと砂糖をつけて再利用して10回くらい、ってなんだこの話。マキシマムストレングス。普通に倒してもおもろないんで、ジュジュチュを使ってみまちゅ。せっかく最大強化したんだから、たまには使ってやらないともったいない。恥ずかしくないのかよ。
やっぱ慣れないことはするもんじゃないな。普通に戦います。不器用な奴が。スマートな奴の真似しようとしても余計不細工になるだけだ。身の程を知るべし。わかった、おとなしくするよ。言うまでもないですが、相撲を残すよりオーンスタインを残す方が難易度が上がります。ただし2段階目のオーンスタインを倒すと獅子の指輪がもらえます。槍を使って盾地区するプレイヤーにはありがたい指輪。アベリン使う時も有効だけど、いっつも付け忘れちゃうんで使ったことないですな。私は電気槍の攻撃力マジパネーな。おい、上位停止。おじさん、やめて。こんだけでかいのに動きが早いなんて、それはちょっとずるいと思います。それはいけないですよ。ゾウさんがチーターみたいなスピードで動いたら、そりゃ恐怖でしょうが。今の串刺し攻撃は危なかった。ソラールがいなかったら確実に目指しになってたところだよ。刺して電撃食らわせて叩きつけるんですよ。なんとエグいコンボアタックでしょうか。泣いちゃいますよ。そんじゃおっぱい拝みに行くか。おっぱいって素敵やん。僕はおっぱいのおかげで生きてこられたと言っても過言ではない。大きさなど関係ないのだ。肝心なのはその形、そして適度な大きさの乳輪、それらが重要、などと言いつつバッサリカット。ヒカボチは全スルーして、一気に三人羽織まで行きます。ついでに NPC も呼びます。こいつ、聖騎士、とか言いながら、後で襲ってくんだよな。自分で自分のこと聖人。なんていうやつって、やっぱ信用ならんわ。ちなみに僕は、本物の聖人君子、正義の味方、であると自負する。ただし、その正義は、僕が勝手に決めた正義の、基準、に基づくものである、かしこ。俺は偽善者じゃないぜ。人種に関係なく、皆殺しだ。ああ、ちょっと、こら、正義の味方になんてことしやがる。僕は本当に聖人君子なんだぞ。重い荷物を持ってる老人がいたら、近くに行って、頑張れ頑張れ、って心の中で応援するし、道に迷ってる人がいたら、迷わず教えてあげるんだ。Google マップを見ればいいよ、ふんふふん。って、どう？親切でしょ？大したもんだな。また後で会おうじゃないか。敵として、だけどな。何か遺言ある？おい、冗談顔だけにしろって言ったか。それは実際何度も言われたことあるだけに、かなりムカつくぞこら。でもこいつは前回ムッ殺してるから、今回は許してやろう。この狭い場所で大釜はちょっとミスチョイスだなー。とか言ってる間に奴が来やがった。さっさと切り刻んでボス戦に向かうとすっか。
あーぼくちゃん本気で怒ったもんね。もうこうなったら奥の手だ。必殺で落ち作戦。何にもさせずに終わらせてやる。おめえ二度と口聞けねえようにしてやるぞ。やったはいいが、アイテムまで落ちてもうたがなとほほ。